麻雀ファンの皆さん、こんにちは、土屋和彦です。モンド21麻雀プロリーグ大人気シリーズ女流モンド21杯、今回は第6回大会です。人気、実力、そしてビジュアルを兼ね備えた女流雀士による対局、今日から12回にわたってお送りしてまいります。どうぞお楽しみに。出場メンバーは8名です。まずは3組カップ優勝の黒澤咲、そして第3回モンド21王座の二階堂亜希、第2回女流モンド21杯優勝の茅森さやか、以上モンドのタイトルホルダー3名とモンドタイトル戦準優勝4回の和田さと子、それから麻雀ファイトクラブでも人気の泉由紀子、田村凛香、有冠富士杯優勝の成瀬明美、箱パラオータムカップ優勝渡辺陽子の女流モンド21杯初出場となる4名の合計8名です。まあ、前回5回大会から6名が入れ替わるというフレッシュなメンバーとなりました。この8名が各自5戦を戦って上位4名が決勝戦進出です。決勝戦は得点をリセットして半チャン2戦を行い、第6回の女流モンド 21杯の優勝者が決まります。なお対局順はあらかじめ抽選で決定しております。さあ、それでは早速予選1回戦、これよりメンバーの紹介です。まずはこの人です。ズーカップでテレビマッチ初出場、その後マーチャオカップ3クイーンカップに出場、共に決勝卓に残りました。女流モンド21杯は初出場です。これから最も期待される女流雀士の一人、成瀬明美。ということで、初めての女流モンド杯、どうですか気持ちは。すごい緊張してるんですけども、落ち着いて打ちたいと思います。初戦が大事ですからね。はい、はい、頑張ってください。はい、ではお席の方にお着きください。続きまして2人目です。第1回の新鋭モンド21杯に初出場、準優勝で今大会の出場権を得、その勢いで第2回女流モンド21杯を制しました。第3回女流モンド21杯では決勝戦数アンコを上がるも2位に甘んじました。第4回大会は最下位、第5回大会は決勝に残るも4位、リベンジにかけます茅森さやか。さあ、ということでね、今回の8名の中ではもう優勝候補と言われてもおかしくないですよ。はい、とりあえず初戦なんで普通に打ちますけど、今回はアキさんと決勝で戦いたいんで、アキさんも頑張ってほしいなと思ってます。ライバルにエールを送りますか。頑張ってくださいね。はい、はい、それではどうぞお席にお着きください。続きまして3人目です。第6回の3クイーンカップに優勝、今大会の出場権を得ました、女流麻雀プロブログクイーンです。強気な麻雀で今最も勢いのある女流雀士、黒澤咲。いや、本当にね、はい、勢いというか何かオーラを感じますよ。ありがとうございます。はい、最近結構調子がいいんで、1回戦から、はい、頑張りたいと思うんですけど、はい、いつも通り打てそうですか。そうですね、結構まだきっとみんな眠いと思うんですけど、私は普段朝早いんで1回戦から飛ばしていきたいと思います。わかりました。はい、はい、頑張ってください。はい、そして最後4人目はこの人です。地上波の恋愛バラエティ番組に、出演して人気を得ました。第3回麻雀ファイトクラブ雲上流編にも出場、女流モンド21杯は初出場です。クールな表情で初タイトル狙う泉由紀子。女流モンド杯初登場ですか。はい、そうですね、はい、いつものテレビマッチと比べてちょっと気持ちの変化みたいなものあります？そうですね、いつもやっぱり1回限りのものが多いので、今回みたいに5回戦ちゃんと打つっていうことが少ないので、まあ、じっくり1回戦目はリラックスしてやろうかなと思います。わかりました、はい、期待しております。はい、はい、どうぞお席にお着きください。はい、という4名の対局になります。これが予選の1回戦。放送のナビゲーター解説はおなじみ理論派雀士です、梶本拓則プロです。どうぞこちらへ。またまた始まりますけども、今回はフレッシュなメンバーで面白そうですね。そうですね、モンド初出場組がね結構多いので、特に自分をアピールするつもりで、まあ、調子の悪い時もね、いい時はまあ多分普通通り力を出せるでしょう、はい、だけど悪い時がね、どれだけ自分の麻雀に徹しきれるかっていうのはなかなか難しいことなんで、まあ、初戦なんで緊張もあると思いますけど、頑張ってほしいかなと思います。わかりました。そして今回のプレイヤーズ解説はおなじみですね、二階堂亜希プロでございます。どうぞこちらにお越しください。
どうですか、秋プロにとってもね、女流モンド杯っていうのは何かちょっと響きが他のタイトルとは違うものがありますか。そうですね、まあ、第1回から出させてもらってるんですけど、私勝ったことないんで。そうでしたね、はい先ほど茅森プロから、はい、秋ちゃんも頑張ってねってエール送られてましたよ。萌えですね燃えてましたちょっと。そうですか、はい、はい、そんな感じでこの、まあね、予選1回戦で緊張感あると思いますが、どんなところに注目しますか。そうですね、まあ、今回攻撃型の方がね結構多いと思うので、その方がたちが手が入らなかった時にどういう風に打つのかなっていうのがちょっと見たいんで、そこら辺を期待したいと思います。なるほどね、はい、さあどんな結末が待っているんでしょうか。まもなく東杯のスタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第6回女流モンド21杯予選第1戦のスタートです。とんちゃに成瀬明美、なんちゃ茅森さやか、シャーチャー黒沢咲、そしてペーチャに泉ゆき子です。と1曲ドラは老僧です。こちらが成瀬のハイパイです。いいですね、うん、いいですね、整ってますね。まずもう3面ちゃんで、これイシャンテンですか。ちょっとピンズの部分がリアンシャンテンかな、見えない。早々と先制リーチという場面が来るでしょうか。こちらが泉、お、これでいいとこ引きますね。イシャンテンですね、はい。貝森さんも悪くはないんですけど、さすがにちょっと親が早すぎっぽい感じはしますよね。まあしかし秋プロね、はい、トンパスの親番でこういうハイパイもらうと、何かそれだけでちょっと心躍るものがあるんじゃないですか。そうですね、やっぱり一回こう上がってしまえば、今成瀬さんすごい緊張してると思うんですけど、はい、ここで簡単な手配が来てパッて上がれると結構緊張もほぐれると思うんですけど、ええ、まあ、私も先ほど冒頭インタビューしてね、はい、その緊張感という意味では泉ゆき子がね、かなりこう表情が緊張してるのかなというふうに思えたんですが。そうですね、あんな感じのいつも対局は入るんですか。何気によく緊張してますよね。あ、そうですかクールクールって言われてますけど、うん、実際はそこまでクールじゃないんですよ。おかやもりの方がよっぽどクールですね。あ、もうクールですね今表情映りましたけど、梶本プロ、何かこうちっちゃなことには動じないっていうところがありますよね。大きなことでも動じないですよ。あ、そうですか大したもんですよ、あれはすごいと僕は思いますよ。なるほどね、肝っ玉が座ってるというふうになるでしょうかね。ちょっとね、ドラが露相なだけに今ちょっとね、地層、これ成瀬もね、さっき地層話してるんですよ。あ、そうですね、いいシャンテンだからね、ちょっとしょうがないのかなっていう気もするんですけどね。維持したいとなると地層を紡ぎちゃうかもしれないですけどね、うん、ピンズの部分やっぱり両冠は両冠ですからね、はい、両面ではないので、うん、その部分を1、3を重ねて4、7の両面形を考えたときに、9先に1枚外しちゃってもいいかなと。ピンズの1つ目が残るんで、地層、うんうん、残しちゃってもよかったかなっていう感じはしますけどね、うん、なるほどね。まあ、そうこうしているうちにね、この黒沢が一色で想像が場に高くなってきましたよ、うん、イシャンテンですね、ただまあ実際はチーソーがもうね2枚切られちゃってるんで、イーペコメのところがどう変化するかっていうことですよね。なるほど、これ2枚目でポンしましたね、はい、ポンテンですね。泉が動きました、リュウハポン、そうすると一番上がりに近いのはこの泉になるんでしょうか。さあ成瀬はくっついた、サブランちょっと薄いんですよね。あ、これで、あ、ちょっと、うん、成瀬さんもこれは茶層振り点だったんで、ええ、マンズの3面チャンキューよりピンズ1枚外した方がいいかもしれないですね。あ、なるほどね、1ピン2枚飛びだから9ピン外しても。いや、しかしここ微妙な展開でしたね、うん、あそこでドラのロースを持ってきただけにちょっと迷いが生じたってことになるんですか、成瀬は。ね、今ので緊張がよりグッといっちゃったかもしれないですね。いっちゃった、はい、ちょっとね迷う手だっただけに、チーソー響きのあたりから、はい、ちょっと雲行きが怪しくなってくる感じなんですよね、うんうん、でやっぱり来てほしくなかったドラを引いちゃって、まただってね、うん、普通に言ってれば、まあ、普通と言ったらおかしいんですけども、3万は手の中から出る形ではなかったわけですからね。そうですね、はい、
あれが持ってきた場合で補充するんだったらまあしょうがないかなと思えるんですけどね、ここら辺がだからね緊張感を緊張をよりねまあ硬い方向に持っていっちゃうんではないかなというところがあるんですけどね。あと出てきますが、まあ、カンちゃんとペンちゃんですけどね、あ、1、2、3狙うんだったらこれもペンチャーになるわけですね。そうですね、実質どっかでジャントを作る必要があるので、うん、はい、まあねえドラ重なりが一番いいんですけど、ナルセさんもこれで1、2、3の目が出てきましたね。うーん、ローピンを切っていきました、まあ、ちょっと硬いっちゃ硬いんですけど、はい、まあ、あれぐらいの方がいいかもしれないですね。ちょっと手役を狙ってやや遠回りをして上がればちょっと高くなるっていう、うん、仕上がった時だけ勝負に行くっていうのでもいいと思いますよ、うんうん、なるほど。この嘘を紡ぎります成瀬、うん、いい層重なりました。茅森どうしますかね、E マン1枚外してっていうと紡ぎりだのもなんか面白いかなと思ったんですけど、うん、ずっと3色の形を追いながら、まあ、ただ親なんでね一応どうするんですかね、テンパイしたときにもうそのままリーチいっちゃうっていうことも頭にあるんですかね。これで数ピン落としてちゃんたかな、うんうん、ただトーンがね2枚と2枚切れなんでね、もうジャントでしか使えませんね。そうですね、はい、トーンのはもう当てにできないっていう、みんな3色目がありますね、今見ると同時性3色の同時性というやつです。あ、これでもう十分ですよね、はい、3増がもうないんですよね。うん、手牌で3枚使われてて捨て牌に1枚あるの で誰からも出ない3増ですからね。はい、うん、みんな下の3色やってるとみんなで殺し合うような感じになるんですかね。そしてドラの難をね1枚ずつ、まあ、この成瀬以外が持ってるという展開。もうあれですよ、流局ですよきっときっときっとっていうか大体流局っぽい匂いがしますね。あ、そうですか、そういう匂いって当たるんですよね。ありますね、泉が数ピン、うん、そう入った時だけウッパスの上がり目はありそうですけど、あと1枚スーピンがあと1枚、うん、スーピンも薄い、ウッパスもでもそんなにいっぱい、あ、いっぱいありますね。ウッパスは全然、まあ、入りそうな、うん、ウッパスを入って関数ピン、うん、なるほどね、うん、ただ順目が深いと多分なんドラの難を切らないかもしれないんで、うん、あ、そうですか。そうですね、あ、こういう時ってアキプロね、はい、なんとなくこうまったりしててなんか誰もテンパイしてなさそうな雰囲気って出るんでしょ。出ますね、うん、やっぱりみんながスッ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 ってツモステが、スムーズじゃない時は大体テンパイ入ってないですよね、うん、でもそんな中でもションパイのツーパイの難を切り出すっていうのは相当嫌なもんですか。うーん、そうですね、あ、今の黒沢さんみたいなスッと入ってくれればリーチ行くんじゃないですか。ただローピンが見えてるだけで3枚切らないですね。でこれはどうだ、ローピンがローピン3枚見え、まあ、それでもやっぱりね、うん、今多分黒沢さんあたり、あ、何切ってれば3ピンでロンだったなって多分思ってたと思うんですけどそう思うのか、まあそれはそれ、私はだってここで何なんか絶対切れないもんっていうふうに思うのか。どうでしょうねえ、ただまあ何を切ったら泉も何を切ると思うの で、ね、実際は違うんですけどね、はい、うん、そこでリーチ打つかどうかっていうこともありますしね、うん、ねえ、あ、入りましたよ、まあ、何短期一人テンパイか、なるほど、ただ何一枚生きてるんですよね。あ、そうですね、ラスハイの難がまだあるんですね、うん、重ねましたね。ああ、これで3色転敗だ。まあ、ツモがないので闇転、
3ピンは上がれる3ピンはもうないんで、2人テンパイ、あ、テンパイ入りましたね。さあ強いですね、これ何切って、うん、何切りますよね、萱森さんは、しれっと。あ、これで3人テンパイ。はい、いやー、何短期テンパイだけど上がれないというね、うん、これはどうなんですか、秋プロ。まあでもテンパイしただけ良かったなって多分思うんじゃないですかね。そうですか。上がれなかったのは結果論として、うん、あそこで何を打たれるかどうかっていうのがその人によるので、はい、例えばテンパイ入っても打たない人っていますからね、うん、まあそりゃそうですよね、うん、実際黒沢はそうでしたし、うん、はい。まあでもまさか3人テンパイとは思わなかったですね、うん、なるほどね。はい、いやー、まあこの辺りもねちょっと地味ですけど萱森の強いところかもしれません。そう簡単に親は手放しません。トン2曲1本場、うん、成瀬です。まあ親が一番早そうといえば早そうかな、うん、あ、でも泉も形はいいですね。安くなっちゃうかもしれないですけど、うん、仕頃になれば打点も。萱森はこの流派は簡単に泣いたりしませんか。いや、ドラ重なったんで。あ、ドラ重なりましたか。これでチート率かどうかちょっと迷うところですけど、多分流派出たら動くと思いますよこれ、うん、なるほど、流派ドラドラ十分というふうに思うでしょうか。パーマンがまあ、あ、でもあ、これでイーシャンテンかウピンですよね、うんうん、まあでもまだ泣いた後の残った牌っていうのがそんなにきつい牌じゃないんで、ええ、初をポンしてもどうにでもなりそうな感じなので、うんうん、パーマンポンしてパーピンチみたいな感じでね、うんうんうん、手進めていけるんで、うん、今泉がローピン切りましたね。しごろは見なかったんですね、しごろの3色。そうですね、うん、染めたいんじゃないですか逆に。なるほど、うん、例えばこのピンズの形が 4号で想像も4号あるんだったら3色もいくかなっていう感じなんですけどね、うん、お、なんかこれで一目。さあこれちなみに流派は秋プロだったら泣くんですか。私は今マンズ一目ずつできたんで泣きますね、ええ、なるほど。9ピンをトンを切らずに9ピン切ったんですけど、うん、段階でトンを切って、うんうん、で今9万引いてパーマン切って779でピンズが残ってるん で、うん、で初は泣きますね。やっぱこういう手入って初が出るまでにどういう形になるかってだいぶ変わりますよね。チートイブックの場合は特に残ったところが泣きやすいかどうかっていうのがね、確かに4ごろ、まあ3から7ですね、3から7のパイが統一残あるときは結構泣きづらいんですよね。なるほどね。泣いても結局チーができる形ならいいんですけどね。うん、一応今のもチートイツの方の保険、まあイーシャンテンですからね、うん、重視で9万引いて2ピン短期にしそうだな、うん、うん、この形でテンパイが入るなら持ってきたのはいいそうです。つもぎり初が山、あ、これ今引きましたね。ただちょっと出にくいですよね、うん、おー、リャンピン、これでいいシャンテンですね。重なってしかしここはつもぎりました。なるせションパイですけどね、朝リャンピン狙いのの狙いのリャンピン、うん、山に2枚。あら、まあ、これはいい待ちですよね。さっき泉が切ったリャンピンにね、まあポンがなかったのも、まあポンしないかっただけかもしれないですけど、ああいうの1枚切れておくと、まああんこ持ちの可能性がかなり減るじゃないですか、まあ当然1枚切れたらあんこ持ちじゃないんですけど、かなり感触のいい街だと思ってますよね。なるほど。あ、ここに
入りました。なるほどね、はい、ドラドラの連想です。でみんな形はイーシャンテンなんですよね。黒沢さんがリアンシャンテンですけど、いやしかしこれね、親のリーチでなかなか突っ張っていける人はいないでしょう。まあそうですね、泉もドラが浮いちゃってる形になってますし ね、ドラが重なって勝負にいけるくらいですよね、成瀬さんも三蔵引けば6万は一応中筋なんですけど、ただ3万先に切って9万1000元牌だとローマンはまあ当たることは普通にありますからね、切りづらいかな。まああの時点で酸素が入ってればいったんでしょうけどね、一発送現物なんで6万1枚くらいは、多分リーチまで行っちゃうと思いますよ。ですか、現物待ちでも。おただ成瀬が不思議だと思ったのは白の統一落としなんですよね。そうですね、これでね、やっぱしごろをちょっと見てたの、しごろにしたいのかなと思ったんですけど、まあ、それでもちょっと無理があるなと思ってて、素直に6万切ってイーシャンテンに受けるかなと思ったんですけど、すると黒沢の白が、まあ、出てくるかどうかは分からないですけど、また違った展開にね。リャンピンはまだ山ですね。これでもう誰からも出なくなったんで、これ最後のツモですね。いるか、いなかった、酸素ばっかり、ね、いっぱい空に並べてワンパイでしたね。これ積もればインパチでしたよね。そうですね、はい、裏乗って倍満だったんですけど、はい、まあしかし他の3人は降りるしかありませんでした。ここは一人転敗で親番キープ、ドラドラだけにね、リーチ迷うとこですけどね、どんな、まあ、自信があってもね、難しいとこですけど、僕はちょっとかけたくないなっていう。あ、そうですか、ドラだったらっていう、なんかちょっとね、ダマで上がっても訓録じゃないですか。訓録って高いですよね。高いですよね、子供の漫画以上ですもんね。打つと相当ダメージありますからね。まあ、ただあのリーチもね、その上がった時のメリットが大きいんで、全然ダメっていうわけじゃないですよね。やっぱイーピンが4枚切れてたんで、リーチをした方が上がれるかなっていう、誰か統一で持ってたら統一落とし狙えますからね。ただもうこのさっきのね、最後のドラ打ちとこの リーチでなんか主導権というか、かやもりのがなんかリードする展開になりそうな感じですけどね。なりそうですね。ちなみにあの秋プロね、はい、泉由紀子あたりはかやもりと麻雀したことありましたっけ、はい、いやほとんどないんじゃないんですか ねなんかあったって言ってましたけどね、1回ぐらい。あ、それぐらいでしょうね、あったって言ってましたけど、ほぼ接点がないので。ですよね。ですからそのまあ打ち手としての特徴っていうのはね、あまりこう知ってるとは思いませんよね。そうですね、まあ、かやもりさんは、まあ、モンドよく出てるので、はい、ここら辺見ると多分どういう打ち筋かなっていうのを研究したりとか。なるほど、テレビマッチで ね見てる可能性はありますね。まあ、泉さんは泉さんで、まあ、ファイトクラブとかも出てるので、ええ、そっちでも見れますし、うん、ただあんまり気にしなさそうですよね。そうなるほど、それはまあ強いですね。そうですね、はい、かやもりは多分気にしないって感じですよね、うん、逆に泉とかの方は気にしてるかもしれない。
茅森さん、いいシャーテンですね。いや、整ってきましたね。いいところで、スーピンが入りました。3層が2枚切れてるからってことですかね。あとまあ、ドラカー、ええ、そうかそうか、あとはイーペコーですね。さあ、ここで泉が動いた。リュウハポン、人泣きして手が進みました。こちらはナルセです。357ピンズが両冠の形。また親からバシッとリーチ入りそうですね。入りますよ、これはもうすぐ、すぐ入りますよ。だからこの時に泉がどう対応するかですよね。これ頑張っていけるんですかね。いやー、厳しいでしょ、はい、今のタイミングで入ったら厳しいですよ。しかもこれで今白もちもちになって出てこないですよね、きっと。そうですね、1万も苦しいじゃないですか、3枚切れで。で、安全牌ないですよね。はい、ここでかけられると厳しい、かなり。ただ泉に先にテンパイが入るともう頑張るしかないですもんね。形によりますよね。チーマンが3枚切れだからっていうことでしょう。まあでも一応パソを切っておいた方がいいんじゃないですか。うん、チーソー切らないですからね、どうせ。うん、ドラのチーソーを持ってきて考えるのはナルセ。ロスを切ります。茅森はパーピン。これで1通目を見るかどうかですね。見るんじゃないですか。あ、どうかな。残しました。中袋のスーマン切ります。あ、3万ですね。3万ですね、ごめんなさい。そうですね、重曹3枚目、いいシャンテンですね。これもテンパイですが、形はドラ切ってカンチーピン。いや、つもぎるのかな。リーチっちゃうのかな。え、ちドラ切るならリーチですよ。あー、そう、パーピンを切ってテンパイ取らず、あ、つもぎりましたね。うん、まあドラもし重なったらまた一ピン切ってカンチーピンのタンヤオテンパイも取れますしね。こちらは依然としてイーシャンテン、泉ゆき子。うん、まあ、1万転売逃しちゃいましたけど、まあ、うん、さあここで泉が泣いて薄いですね。6球層、そうですね、ここに球層、そして5層もあって4枚使われてます。あ、じゃあもう空だ。あ、空ですか。1、2、あ、1枚生きてるのか。1枚生きてるですね。1、2、ロウソウが1枚だけ。ロウソウ1枚だけですね、表示牌の。これは茅森さん、もしかしたらテンパ入んないかも。あ、テンパった。テンパ入りましたね。ウッパーピンリーチに行く。黒沢パーピン高め。まあ緩和しないですよね、さすがに現物ですし。あ、で茅森さん、チーソーくっつくとパーピンが、パーピン打っちゃいますね。 あ、これテンパイ取りそうですね。いや、現物です。イーピン切って、とりあえず、うん。なるほど。一発は余計ですからね。うん。カン。せず。おお。ローソー出ましたね、最後の1枚。流派ドラ1、これで茅森の親が終わりました。上がったのは泉です。トーン3局に変わります。親番は黒沢咲です。黒沢は現在21,400点持ちの3番手。ドラは9万です。お、想図がいい形です、うん、悪くはないですね。そしてこちら今上がった泉は急走を持ってきて一面つ完成。成瀬は厳しい。厳しいですね。
もうチートイカフォークシーぐらいやった方がいいんじゃないですかね、このぐらいだと。そうしとけばとりあえずはあのキューバのねこの速いリーチとかかかった時にもなんとかまあしのげるでしょう。まあ泉かあとは黒沢さんから先にリーチが入って折りかな、かやもりさんと成瀬さんは、うん、っていうイメージですねどうしてもねそういうイメージが膨らんでっちゃいますよね。そうですね、はい、やっぱ手牌とあとツモとか見るとやっぱ2人は苦しそうですよね、お夢が膨らむ。そうですね、これ動きましたよね、はい、うん、ここは白をポンしていきました。もういっちゃってんですよね、これでまた黒沢さんの発が出たときに、うん、まあ、ポンをすると思うんですけど、はい、そうすると、まあ、泉さん ね、チューンが、あ、行きました、うん、でポンしてチューンを打って、うん、チピンはでももう結構少ないですよね。5枚だからあと3枚、3枚ツッパに1枚だからあと2枚、あと2枚ないときはないもんですね。まあまだねこの順目ですからね、うん、泉さんが 7-8-9 になったとき出る可能性があるかもしれないですね。あ、そうですね、パーピン、キューピン、まあ一旦はチースを打って次っていう感じで、うん、お、じゅんちゃん、一平コーまでお手くか。ただもう二泣きしてチュンが出てきてるじゃないですか、はい、3ゲーム、ね、2つ泣いてで、先頭切ってチュン切ってくるわけですから、さすがにもうかやもりテンパイだろっていう感じですよね、うん、うーん、うん、いいシャンテンなりましたね。まあテンパイだろうけど、その危険牌っていうのは予想つかないですよね、これじゃあかやもりの、まあそこからだいぶねあの経過してますから、あのある程度取ってるもんはあるんですけど、はい、ただねえドラ統一なのかどうかとか、うん、ちょっとうっかり近寄りがたいところではありますしね、やっぱり、まあ、町の限定っていうのはできないとは思うんですけど、うん、ただやっぱ勝負に来る人は来ますからね、うん、なるほどね。そう、お、お、純ちゃん、一平子、ドラ1関連ピンとペンチソー間に合うのか。黒沢さんも1つあるんですけど、イースを高めのイースが3枚これで4枚、あ、うん、4枚目出ちゃったのでちょっと厳しいかな、うんうん、あ、だからもう来てきますよね、リアンソーから来た方がいいですよね、スースを引いて太陽にね、うん、切り替えられるし、お、さて、チートイドラドラ、チートイドラドラで、うん、は1枚、ああ、掴んだ、ね、うん、ドラつもぎりました。それが泉に当たります。チートイドラドラ、泉がさっきからいい感じに、うん、さその前の曲の上がりがやっぱり危なっかしいところから上がり拾えてるんで、で今回もね、タイミングバッチリで、うん、いい感じじゃないですか。そうですね、まあ、いい感じで上がって親番を迎えます。この後がトン4曲、泉の親番。あんまり戦いに参加してないんですけど、黒沢がちょっとね、なんか乗れてないなって感じがするんですよね、うん、手とツモがなんか噛み合ってないというか、あ、
我慢してるうちにいい手が入ってくるのかどうか。トン4局ドラは2ピン。こちらはナルセ、はい、泉はここチャンスですよね。叩きたいところなんですけど、ええ、一気に、ね、畳みかけていきたいんですけど、まあまあ手配もそんなに悪くないですしね、はい、先手は取れそうなとこじゃないですかね。これですね、数層がアンコになっています。うん、他の人があんまり良くないですもんね。あ、かやもりさんが戦えますかね。ドラもあるし、これ黒沢ペーチャですけど、ペー出たらどうしますか。ペーともう一個がもう一つの役配、あ、じゃあ仕掛けるんじゃないですか。そうですか。このペーは出ました。おー、仕掛けない、うん、スルーですね。まあ、形悪いですけどね、ただ流派も9万もまあ泣けなくはないんで、次はどうするんですかね。次に泣く、さすがに2枚目は泣くと思いますよ。はい、チートイツにするのかな。お、チートイツにするんだ。重なったリャンシャンテン、うん、ローピンとか切っとくとなんか面白い感じですけどね。おー、翻弄チートイツと、なるほど、チャンタとかっこいいですね。いろいろと組、楽しみが、マンズ、あのピンズの本一にはちょっとね、9万のトイツっていうのは落としづらいとこですけど、うん、一瞬なんかそれ考えたっぽいですけどね、うん、さっきね、あ、行きますよ。ここが本一ですね、今のチーピンでもう流れは一気にということですね。ドラのタツ、ウッパーピンで、あとやあの自敗2つですからね。はい、で全部生きてますよね、これ。なるほど。1枚、1枚、2枚と。さあ、動いた。動いた。あえて、ここは9万残します。そっから動いたか。そっからか。どうかね。動きどころはあまり良くなさそうですか。いや、やっぱ3ピンか自敗からじゃないですか。ウッパーピン、確かにね、目の前で2枚切られましたけど、3枚目か。3枚目ですね。ウッパーピン3枚目で、場に4枚目か。でも。おわあ、素晴らしい、お見事ですね。さすがですね。まあこれが絶妙の泣きとなるのかどうかはまだ分かりません。いや、いいもの下げたんじゃないですか、もう、もうあそこ泣ければね、もういやでももうペイ警戒されてますよ。まあペイチャですしね、でもこのタイミングでしゃあ、これポンポン、はい、入るとで、これはテンパイですね。まあもうかなり打たないかな。うーん、どうでしょう。場に1枚切るのペーで、流派が1枚、はい、泉もこの流派はちょっと打ちそうもありません。いやでも泉も分かんないですよ。そうですか、まずトンがまあ打てそうじゃないですか、はい、だからローソーあたりを引いて、うん、次テンパイが入ったら打っちゃうんじゃないですかね。勝負って言って、まあリーチと同時に打って宝珠っていう、なるほど、ね、ことはあると思いますよ。はい、うん、まずトン切りましたよね。そうですね、手が1個進みました。泉、ドラドラですけどちょっとね、さあどうだ、お重ねました、強いねえ。そしてリーチ打ちました。お、流派と急走、一気に形勢が逆転した。ただ流派もちもち、これでも空手ですよ、急走もちもちで、あー、これですね、これしか上がり目がない。なるほど、そういう仕組みですか。ペイ白本一ドラ一つ、ここは8000点の上がりになりました。黒沢咲、いやー、どういう手に仕上がるかと思ったんですが、あの地位が一つポイントになりましたね。うん、うん、あとはまあ茅森さんがペを紡ぎってると、成瀬さんの、成瀬さんのところにシャアが行くんですよね。ああ、うん、
なるほど、そうか。成瀬さんの打ち込みがあったかどうかわからないですけど、そういう展開もあったかなっていう、うん、成瀬さんチャンスでですよね、形は。お、トイツの9番。そうですね、チートイツは見なかったんですね。これで一回りしました。難一局親番成瀬、まあ、トンパツの親番ではね、ちょっと上がり逃した感があった成瀬、なんとかこの親番は巻き返したいところです。その成瀬は現在2万点持ちの3番手。いや、ただ黒沢がいいですよ今のね。相当いいですね、もう形十分のいいシャンテンで、神森さんもドラドラですけどペンチ層の部分が埋まればいけるかな。こちらがその黒沢です。どんどん良くなっていく。あ、両面に振り替わった想図、めちゃめちゃ広い、いいシャンテンですよね。時間の問題ですか。6球盤が、ね、残ないといいですよね、6球盤残ない形にもできそうですしね、マンズが先に決まれば、リーチ打ちやすい。あ、これで、あ、つもぎります、パーピン。あ、でも9ピンが3枚飛んでるからつもぎったんじゃないですかね。2差しが見えてる形で、うん、白重なりました。まあ普通はローピンですけどね、ここ、あ、泣かなかったですね今白、そうですね、これでもそうなると、そうですね、ジャン等にしちゃうか、あ、こいつ落とし、ペン3ピン入った茅森、天敗ですね。黒沢ここで天敗です。リチソーリチ打った、サブロッソー、枚数は十分ありそうですけど、1、2、3、4、違う、5枚山です。5枚残りですね、強いですね、十分でしょう。十分ですね、一発積もまであったりして、一発積もって満貫ですから ねどうだ、チーマンでした。あと4枚か、減った、あと3枚、泉の逆襲があるか。さあ、テンパった三色リーチ、リャウマンは泉も追いかけリーチ、リャウマン、リャンマン高め、高めの方が全然多いですよね。そうですね、高めが3枚。さあ黒沢対泉、親番の成瀬はちょっと困った、ドラも打ちづらいですしね、ションパイ頑張りましたけど、はい、頑張んなきゃいけないとこなんですけど、ちょっと厳しいですよね。おお、まあ安めですけどね、一発も難しい方引きましたね、はい、裏乗れば満貫ですからね。一発積も裏は乗らず、3900の上がりになりました、1200。やっぱり泉さんが勢いありますよね、だいぶ苦しい形から追いついて追いかけて一発もですからね、そうですね、現在その泉がトップを走っています。2番手追走が黒沢咲、3番手が成瀬です。しかし現在はラス目ですが、この親番を迎えた茅森、まあ、これは3人にとっては一つ怖い相手でしょう。ドラは数万です。まあ怖いですけどね、2発の連続の放銃見てどう思ってるかですよね、考え方によっては調子悪いからもう今この親は弱い親だと思ったら、なるほど、ね、どんどん行くっていう、弱いっていうのはその状態が悪いっていう意味で、まあ今はちょっとね元気なさそうだしとそんなに警戒しなくてもっていうふうにひょっとしたら思ってるかもしれません。
そういう考え方する人もいますしね、まあ、実際で多分みんな自分の手がそんなに良くないんで、無理はしなさそうですよね。おやっぱ泉さん苦しいところから引いていくからいいんでしょうね、うん、おわドラさんだ。ああいう手になった時にあの単野を仕掛けをしそうですよね、うん、やっぱり茅森さんは、うん、一応チートイツのいい射って、うんまあ、決めましたね、うん、決めましたね。茅森3ピンが厳しいか。あでもこれで解消ですね、うん、いいシャンテンになって、まあ、いいピン切ってね、どっちが出ても G 点取って。嘘もチーソンも山にはいるので嘘4枚山にいますね。ただどっちが入ってもリーチは打たないと思うので、リーチ打たない間に周りが、うん、こういろいろ好き勝手やって流されちゃうかもしれない。ここでパーピンを打ちました茅森です。あ、チーソー1枚切れてうまいこと、うまいですね、うまいことね、2層3層どっちから切ってもいいのに、あ、リーチ打ちましたね、シャータン1枚切れ。いやこういう時は気持ちいいでしょう。なんかもう上がった気分でいるんじゃないですか。うん、着方がいいですし ね、残ったパイもいい、条件悪くないですし、この1枚切れのシャアも絶好だって思ってるかもしれません。今は自分の時間ですよと、うん、ちょっとね、ちょっと捨て牌が若干第一の地層あたりから、あ、まあ、派手っちゃ派手なんですけど、でも流派なんて切ってますよ。まあそうですね、なんかあのあたり、あの第一弾にちょっとやっぱり意思って現れるんで、ある程度、はい、さあそこでじゃあシャーダンキが止められるかって言ったら、でも茅森は 100% 止まんないですし、はい、うん、親番の成瀬頑張りたいところではあるんですが、ナルセ親落ちてますよね、うん、あ、そうです、ごめんなさい、失礼、カヤモリですね、カヤモリです。だからカヤモリはドラさんで親ですから、もう何引いてもこの形を維持しますよね、うん、まああの転敗になる時以外はドラ、さあ止まるか、ね、止まるか、止まんないだろうな、ないんですよね、あんまり。とりあえず後筋もチートイツなりそうだけど、おマンズは何でも通りそうなムードになってきましたね。そうですね、ここまで真ん中が通るともうとりあえず困ったら取ってないマンズ切っちゃえって感じですよね。ねえ、一応いいシャンテンですけど、まあ、2枚切れのチューンぐらいは打つ、あ、まあ取ってますしね、取ってますね、取ってますしね、なんだ、うん、やっぱ川森さんちょっときついかな。ゲームの数層ぐらい泣けそうですけどね。泣けないのか、誰も持ってないですね。持ってないですね。そう、あ、これで関羽嘘もう行きましたね。おポンして数層っていうのも結構面白いかなと今思ったんですけど ね、 そうですね、まあ勘嘘って出上がりほとんどできないじゃないですか。うもうめくり合いみたいなもんで、うん、だけど
ローソーポンして現物のスースを切っとけば、まあ、もう一回のローソー、あ、そうそう嘘2枚山にいるんですよね。いますいます。シャンは1枚。お、積もりましたね。強いですね。18,000。力強いですね。ズモイーペイコータンヤオドラさん、これは強い。表情変わんないですね。面白いですね。嬉しくないんですかね。いや嬉しいでしょ。嬉しいですよね。でもあのあたりで表情変えないところに、うん、なんか凄みを感じるんですよ。あれ、これでトップ面まで行けました。行けましたか。いや、まだ2着目、はい。まあ、でも十分トップは狙えますね。3000点差。これ、まあ、泉からすると私のシャアはどうなっちゃったのって思いますかね。リーチ打たない方が良かったかなって思ったかもしれないですね、うん、あの流しとけば良かったなっていう、うん、ふうに思ったかもしれないですけど。なるほどね。ただまあ自分で判断してやっぱり一致したと思うんで、うん、いやでもね、あのシャアはなんかすんなり行きそうな気はしたでしょうね、うん、行くと思いますよ、うん、しかし茅森にチャンス手が面本ですね。いや苦しいところをくぐり抜けて18,000点。これは一気に流れがググッとくるんでしょうか。茅森さやか、ドラはシャアです。みんな手入ってますね。黒沢さんがちょっときついかもしれないですけど、ここもいいシャンテン、いいシャンテン、ワドラドラ。うーん、泉の手は落ちないか。一方こちらは親番かやもり、役牌のチュンが統一になっています。ウーピン引きたいですね。まあ、チュンでもいいですし、ええ、いやみんなテンポ早いですね。もう少しゆっくり打ってください。あのね、女流プロはだいたい早いんですよ、うん、なんででしょう。普段と同じスピードで、まあ、おそらく打ってると思うんですけれど、はい、別にあのもっと早くしなさいとか指導を受けたことは別にないでしょ。ないと思いますけど、ね、まあでもやはりテレビ対局なんでね、ちょっとあのエンジンかかってきて、うん、そうなんですよ、うん、ええ、最初よりねやっぱりペースがアップしてますよね、うん、まあ、やる気がそのままスピードに表れてるのかもしれません。 おドラさんしゃがんこになった。なるせ、何を切る。ソードの3-4のターツがちょっと痛いですね、落ちてるのが。あ、なるほど、うん、それがあるともっと形が十分だったんですけど、うん、はい。ただまあ下茶がやっぱピンズなんでピンズ切りづらいのかな。おー、うん、まああと単純にくっつきの枚数だけ見ればね、流派短期というん択もあるのか一応、うん、まあ、でももうこの後パーピン打つしかないですね。そうですよね、ランコですからね、はい。チュンは顔出さないですね。さあこれ残すかな。これ残したいですね、マンズ。そうすると1枚泣かれるまでね、ピンズして、おお、いったいった。さあ動かれた。さあ次ピンズが切れるかっていうところですよね、次の数ピン。なるほど、関連ピンでチーするんですね、うん、ああテンパ入りましたね。そうですね、関連ピンだ確かに4ピンでそうですね、チーして3ピンのくっつき、そのあたり何か狙いがありそうですか。チュンのポンでしょうね。チュンをポンした後のリャンピンを純粋に考えてると思うんですけど、取れないだろうとか泣けるという何かあるんですかね。この数万は、そうですね、あ、泉上がり、上がりました。ピンフのみですか。そうですね、はい、
まあ、しかここはね、うるさい親番を蹴ったということになりました。場が進んで泉のトップ変わりません。今の上がりで35,300点、2番手茅森33,300点です。南3局のラス前を迎えます。親番は黒沢、ドラはリャンソーです。まあ、黒沢さんもここまでやっぱ我慢してるんで、ここで手入ってくれないとそのままずるずる3着、まあ、あと成瀬さんが満貫とか上がったらラスになっちゃったりするので。 ありえますよね。早い、みんな早い。二階堂さんも早いとき早いっすよ。私でも一応意識してゆっくり打とうとは思っているんですけれど、うん、あ、そうですか。そうですね、やっぱあのどこかにちゃんとその辺の意識があるわけですね。一応場の空気も感じつつも、あのあまりにも早くなってくると気づくんですよ、うんね、あ、早いなっていう。で、私でわざとビタッて止めるんですけど、それがなんか兆候と勘違いされても嫌だなっていうちょっと気持ちもあるんですよ。難しい、難しいですよ。そこからあの打たれた範囲で勘ぐられたりするのが嫌なんで、はい、本当は変えたくないんですけど。そうですよね。ただやっぱ見えないと見てもらえないと意味がないですからね、うん、そうなんですよね。あれ今までにはないですけど、こうみんなもっとゆっくり打とうよって口に出しちゃいけないんですかね。私ちょっと早くないみたいなことをボソッと言ってみることはありますよ、うん、おいいことですよそれは。はい、はいはい、うん、その瞬間はゆっくりになるんですけど、うん、ただもう次の曲くらいにはもう忘れてます。あ、そうですか。みんな夢中ですね。そうなんですね。あのすごい集中してやっぱり打ってるんで、ガーって入っちゃうんですよね、うん、はい。まあ梶本プロ、あのベテランプロなんかもね、はい、モーパイしてそのまま切っちゃう人とかいますからね。上に乗せるの忘れてね、アラさんとか、はい、アラさんとかアラさんばっかりですね。必ずあの放送席で解説に来るとね、アラプロお願いしますよってその都度僕も言うんですよ。分かっちゃいるんですけどねってね。さあこれチュン切れのチューン落とすでしょうね。おお、ここはトイツのチューン落としていきます。2差しうまくいけば2差しもありますしね。ただちょっと間に合わなかったか。これでリーチでしょう。さあここはウーソーが入って6球満待ちのリーチです。6球満絶好ですよね。ローマンだと単用で高めになります。4枚残りですか。3枚持たれてて1枚切れ。この親リーに対して他の3人はどうでしょう。こちら茅森ちょっとねしのぎにくいんで、あんま行きたくないでしょうね、みんな。早く情報を増やして、ええ、まあ、流局してくれればなっていう感じだとは思うんですけど。なるほど。ただ、一応ね、泉とかはこっそりダマ点が入るイシャン点の形になってますから、で蹴りたいですしね。こうテンパイ入ってません、ナルスさん。さあ、どうする。え、換算像で追っかけ、もろ引っ掛け、もろ引っ掛けです別にいいです、ひどいですけど、いやなんか不自然だなと思ってまあしょうがないですよね。もう両面の変化ないし、まあ両面の変化って言ってもドラガリアンソーなんで、はい、あの梶本プロ、ああいうのは三層は怪しく見えるんですか。なんか訳ありだと思っちゃいますよね。なんかこうつもぎってね、いきなり横に曲げてっていうのも、だそこにこの持ち点でそこに行かないのはまあ待ちが悪いに他ならないわけですし、ダマ点でね、例えば満貫ぐらいあるんだったらあのダマ点してんのかなっていう、現物待ちでダマ点してんのかなっていうふうにも取れますけど、うん、いや黒沢ドラ、これは寒い。6球満も顔出さないですね。そうですね。うん、山にいっぱい、
まあ、元々がね、ナルセの換算層ってそのドラそばでね、警戒されるとこですから、なるほどね、数字とかそういうことには関係なく、はい、まあ、圧倒的不利ですよね、枚数はもちろんあ、ここもテンパイしましたね。関数マンですか。はい、一応まあないですけど、このまま、不自然なくらい6球がいないあ、いましたね。おー、酸素を積もった。ラスハイですか。あ、ラスハイですね、すごいいやまあ言ってみるもんですよね。いやー、黒沢にしてみればそれに負けんのっていう思いますよ、これは。ちょっと思うと思います。って、悲しいな、私だったらだって泉の手に6、まあ、6万とか9万ないのが見えてるでしょうし、なるせ今開けられてね、結局持ってるのは茅森だけなんで。そうですね、っていう、どこにいるのよ6、9万っていうね。まあ実際山にいるわけですからね、いやー、これは黒沢にとっては痛い親落ち。まあ、今の成瀬の上がりで3番手黒沢19400点です。さあ、ラス親泉オーラスを迎えました。南4局です。ドラはウーソー。成瀬さん、ハネマン積もるとトップですか。はい、トップです。ハネ積もで。なるほど。ただ泉がドラドラで、ここはね、カヤモリとの点差もそんなにないですから、これ全員前に出てきますよね、これね。カヤモリは本一行くか。そうですね、手が進んでいきます。そしてこちらは黒沢。カヤモリ本一にしとけば多分点数足りるんですよ。5000点差ですよね、5-2くらい作れば。あ、でも親なんで1000-2000積もで。そうで、だからドラを引くかすればね、普通にリーズモードライチっていうものを作りに行くんでしょうけど、うん、逆ハイアンコになるか、マンズで一メンツ、成瀬、そしてこちらは茅森、パーマンつもぎります。黒沢さんがちょっと厳しいかな。さあ、お、泉も手が進む。これチーピンから、お、えらいチーピンから切ってピンズの下の伸びも一応残しておいた方がいいと思うんですよね、イマンがジャントですけど、一応ウソが2枚のまんまだと多分そこ切ることになると思うんですよね、そうなるとちょっとメンツが足らなくなるので、横に伸ばす可能性はやっぱり残しておいた方がいいんですよね。単用にするのかな、メンタンツモ、 E ペーポーとかかな。メンタンツモでもいいんですよね。メンタンツモでもいいです。じゃあ単用に行った方がいいのかな。先輩ですね。そこで打つかな。イーマンがでも悪くないですからね。打っちゃうかな、リーチ。シャンポンで。いきません。あ、行かないんだったら、イーマン打った方が。パーソーはどうですか。急走がもう3枚飛んでるんで、チーソー役割のロー層両面、スー層両面のピンズ、パーピン引いたら振り点ですけどね。あ、3ピン引いても振り点か。そうか、振り手の種が多いのか。形だけ見たら、役なしを。いや、即利でしょう。即利でも全然十分いいと思います。ね、あ、積もりましたね。はい。いや、これ、積もドラさんですか。はい。12000点。はい。4000オール、一気に大トップに
なりました。泉ラスオヤでさらに得点を上積みして、さらに連チャンモード。やはり勢いがありましたね。打たれても積もるっていうのはやっぱりいい時しかないですからね、うん、ねえ普通はやっぱりなかなか、うん、打たれちゃうとその後上がれないことが多いですけどね、うん、トラはチーピンです。さあこれでほとんどトップは安泰で、あとは泉がどれだけ点数伸ばせるかっていうのと、はい、まあ最2着3着争いというところですけどね、まあ、予選は1人5回打つんですがね、1回の大トップっていうのは大きいですよね。いや大きいですよ、だから5回戦の戦いで例えば6万点のトップになっちゃえば2回分のトップぐらいの価値はあるじゃないですか。そうですよね、はい、3万点のトップだからあと一発4000オールっていうのを決めるとだいぶね後々の戦いが楽になるんでね、まあ、気持ちはねずっと引き締めて緊張感を持ってやるんですけど、はい、やっぱりね劣勢になった時に点数がないともう行くしかないみたいな状態になるとね、やっぱり返り討ちにあって負けちゃうみたいなことも多いですしね、はい、これ黒沢は役配仕掛けましたけど役配ドライチでスッと上がろうってことですか。まあラスト3着の点差が近いので、ドラドラになった。おこれで初戦でラス引いてしまうと、うん、やっぱ気分的にもあまり良くないなということで、うん、もう上がって3着でもいいって感じですね。逃げ切りで。なるほど。何を泣いたんですか黒沢は。チュンだったかな。あ1枚目から泣いたってことですね。じゃあイマン茅森は3個含みで、3個含みは倍満まであるから、うん、羽満じゃ足りないですけどね、倍満だと十分。トンとナンは1枚切れですね両方。あお2着を選びましたね。お、まあ、倍満ってよっぽどうまくいってっていう条件なんでね。お、ナルさん1ペコってナルさんはマンツモでいいんですかね。マンツモじゃ足らない。2着まではハネマンですかね、うん、でもハネマン作りに行ってますよね純ちゃん。そうですね、ほうほうほう。お、関する。さあ、いろいろ起こる。ドラチーそうですね。ああこれで成瀬さん羽マンできそうですね。うん、羽マンどころか倍マン。倍マンまである。泉は3ピンがあんこになる。いや泉はいい形じゃないですか、うん、これイーマンスーマン切って。ええ、しかしここは2ピンを切っていきました。ああそっか、イーピンが振り点だからか。でも1万いや切ってもいいんじゃないかな。うん、十分だと思いますけどね。うん、ああもう白が切りづらいんで茅森さん一旦引けましたね。うん、直撃だとね。そうですね、はい、うん、成瀬が動く。ここでマンガンですね。マンガンペン3ピン。3ピンは泉があんこ直撃だと変わるんですよね。マンガン直撃だともう2着に、ね、なりますけど、まあまあ打たないでしょう。茅森は多分このまま流局。あうあでもこれで天敗ですね。関数ピン天敗で、さあ泉も白切って1本前進か。羽
アクア切らないですか。いや打っていいと思いますけどね、うん、全然いいと思いますよ、うん、あの黒沢に対して警戒、まあ2人ともね3着4着なんで、もう、もう逆にプレッシャーかけちゃった方がいいですよ、どんどん行って。おお強い。いやーよく引きましたね。1326ですか。薬杯ドラドラですか。カーンしてるんですよね。1632じゃないのかな。そうですね、スーソーポンですよね。ですね、はい、1632です、はい。5200点の上がり、6400点。あ、ごめんなさい失礼しました。50分でしたっけ。16残忍は6400点ですね。そうですね、はいはい、さあということで、予選第1戦終了で、まあ、トップは泉、まあ、終始ね、対局をリードしたように見えましたが、さあ梶本プロどんなことを聞きますか。はい、泉さん、はい、前局のドラの嘘と今のシャンポンは、まあ、リーチ行ってもいいのかなっていう話をしてたんですよ、上で。はいはいはい、で、まあ、ダマテン選択されましたよね。そうですね。ね、その、まあ、理由というか、うん、そうですね、やっぱ、まあ、E1 が狙えるかなというあれで、うん、リーチしようかなとも思ったんですけど、はいはいはい、やっぱ数層か老層を引きたいなと。あ、それでやっぱり、はい、じゃあその子でもリーチをしない感じですかね。いや、両面になったらリーチするつもりだったんですけど。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあそのなんていうかめくり合い、まあ、もしかしたら攻めてこられるかもしれないから、はい、めくり合いに備えて形は整えておきたかったっていう。そうですね、やっぱりドラのシャンポンあんまりなんか積もれなそうな気がしたんで積もりましたけど、はい、なるほどなるほど、はい、今の曲もなんかいけそうな感じでしたよね。そうですね、なんか白も押しましたし、うん、そうですね、あれテンパったらやっぱり2人ね仕掛けてましたけど攻め込ん、まあ、点差も開きましたし攻め込んでいく感じなんですかね。攻めようと思ったんですけど、でもなんかちょっと順番がおかしかったんで E1 切って後からこうなんか白とか一瞬ちょっとビビったりとかしてたんで、うんうんうん、あんまりなんか嫌なんですけど、でもテンパっちゃったらリーチするんだと思うんですけど、はいはいはい、ダマにするかもしれないですね、この形だったら。うん、これこの辺引一寸草かサブローマン引いたら3ピン切ってダマ、はいはいはい、3ピン切ると成瀬さんに当たるんですけどね、はい、漫画の打ち込みです。かやもりさん、はい、かやもりさん嘘積もった時にイーペーコで積もった時に、はい、ローソーポンして現物のスースを切るっていう選択も面白いかなと思ってたんですけど、うん、考えたんですけど、うん、いや積もって6000オールだって考えてました。なるほど、リーチはしないんですか。なんか、うん、良さそうだなとは思ってたんですけど、あ、嘘が、あ、うん、ポンするのが、うん、あれカウンソでもリーチいっちゃう手はないんですかね。リーチは考えてなかったです、うん。あと、もう一個面白いのが、本一の時に、関連ピンで1位したじゃないですか。はい、あれ、両面で食って3ピンのくっつきを待つのかなっていう話を上でしてたんですけど。うん。うんって。チュンが出そうだとか。うん、チュンとイーピン、うん、泣きたいなと思ってたんですけど。このメンツなら出るんじゃねえかと。うん、うんってなるほど、さようでございますか。はい、泉プロ、はい、対局前ね、何かこう表情に緊張感漂ってましたが、途中いい流れをつかんで結果的にこういったトップ取ってどうですか今の気分は。いやー、私でもこういう大会とかで1回戦目にトップ取ると、うん、大会負けるんですよ。あららら。なんで、あんまりそのトップだったから守ろうとかいう気にならずに積極的に行きたいなと残りも思いますですね、はい、ぜひ今回でいいジンクスにね変えていただければなというふうに思います、はい、プレイヤーの皆さんどうもお疲れ様でした。今回は第6回女流モンド21杯予選第1回戦の模様をお送りしてまいりました。放送席の解説は二階堂プロそして梶本プロでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
去年はなんかいいとこなかったなっていう印象なんで、まあ、今年は本当に頑張りたいと思います。まあ、本番はやっぱいい状態で迎えられたらいいなと思ってるので、まあ、体調管理とかそういったことに気をつけていきたいと思います。そうですね、もう今から緊張してるんですけども、自分の力を出し切れるように頑張ります。去年の最強戦はうち の, あのメロンの木の代表の子が取ってるんですよね、チャンピオンが。だから、まあ、それに続きたいなと。まあ、そろそろ忘れられるそうなんで、頑張って優勝を狙います。